ジョージアコブ保領区は、イギリスの政治活動家、思想家、労働者階級の向上を目指した、大衆運動を指導し、自由主義思想を擁護した。共同組合運動に注力し多大な貢献をした。その他にも多くの業績を残しており、主なものとしては、ジョン・スチュアート・ミルと共に、女性解放運動を創始したこと、世俗主義の語を創出したこと、 宗休二日制を提唱したことなどが挙げられる。1836年に、ロバート応援の講義を聞きその思想に傾倒した。1841年に、応援主義運動が宗教界から攻撃を受けると、運動は宗教活動に犠牲されるようになったが、保良区はこれを批判し、反宗教的な見解を公にするようになった。百四十二年のチェルテナムでの講演の後に、 神への冒涜の容疑で逮捕された。イギリスでこの罪に問われ投獄されたのは、捕虜区が最後であった。6ヶ月関係務所に収容され、重犯罪人として処遇されたが、釈放を嘆願せず、強順の意を示すことも拒否した。世論は、当局の対応を非難した。釈放後、再びチェルテナムで、同じ講演を行ったが、今度は逮捕されなかった。 世俗主義という言葉は1846年の保領区の著書イングリッシュセキュラリズムで初めて定義された。1851年から1853年にかけて自由思想者のための組織として英国世俗協会を設立したが、無神論の立場から世俗主義を唱えるチャールズ・ブラッドローと対立し、組織は分裂した。共同組合運動については、 他の応援主義者がそれを取るに足らないものとみなしていた。時期に、この運動を支援していた。1844年に、ロッチデール先駆者共同組合が発足すると、組合を支援し、またその活動記録を新聞に寄稿した。1848年頃には、運動に加わる応援主義者も現れた。1857年に、ロッチデールの組合についてまとめた、調査資セルフ。 ヘルプバイザーピープルが交換されると多くの言語に翻訳され世界各国の共同組合運動に影響を与えたその後も共同組合運動の発展に貢献した国際共同組合同盟は保領区の功績を称え1911年に新設された本部を保領区ハウスと名付けた保領クは50代になると偏見を持たなくなり党派思想によらず誰にでも 敬意を払うことができた。また、どの階級からも高い評価を得ていた。1906年の捕虜区の葬儀には、あらゆる派の政治思想家、あらゆる立場の宗教家が参列していたと伝えられている。ジョージ・ジェイコブ・ホーリオック1817から1906。ザ・ウォー,オ,ーオペレーティブ・カレッジ2009年8月2日閲覧。セルフ・ヘルプ・バイ・ザ・ピープル日本語訳は、 ロッジデールの先駆者たちに第一部として収録されている。ありがとうございます。